ようやく首を外した木村、しかし相当に疲れております。この時一瞬木村力道山の下腹部を蹴りましたので、力道山大いに奮撃、座禅リング上は先を追いつ、力道山は木村をコーナーに追い詰めて空手の連続死となりました。時レフェリーは両選手を分けて木村に注意を与えました。力道山は再度空手打ちに続く蹴り技で木村に猛攻を加えています。これによりまして木村完全に闘志を失い、体は完全に腕っています。力道は木村をリングの中央に引き出してなおも蹴り技の猛攻、完全に弱った木村、ドキレフェリーは木村の口調を検して試合続行を命じました。力道を彼らと右から左と相手を加えましたので、さすがの木村も6回と倒れてついに再び立ち得ず、ドキレフェリーはカウントを開始します。1 2 3